Thank you.
たぞ。早く封印を。早く、魔物が蘇ってしまう。地底界への道は閉ざされた。世界は救われたのだ。クレア、青年よ、悲しまないでください。娘は地上での使命を終え、天に帰る時が来たのです。ケアル、thank you.
昔々ある平和な村に一組の夫婦がおったそうな。二人はごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をしました。ただ一つ違っていたのは、奥様は天使だったのです。ゲアル、ゲアル、起きて、朝よ。もう少し寝かせてくれよ。昨日も遅かったじゃないか。そんなこと言って、早く畑に行かないと。もう少し。おらおらおら、何を大きいんかい、このごくつぶし。クレア、そんなに怒らないで。今起きますです。はい、早く畑耕してきなさい。あの朝ごはん。うわっ、許して。エルボースマッシュ。人並みに稼げんと、よくもそんなことが言えるわね。うわっ、毎日大変だよな。あの神さんじゃな。くそ、結婚前はあんなに可愛かったのに、今じゃ金金って、自分ばっかり楽して太りやがって。なんで俺がこんな目に遭わなきゃならねえんだ。へん。バッチシ。いやな、降りちまっただ。ああ、どうしよう。またクレアに殴られる。その頃、平和な世に剣士の道を閉ざされたジトは、おい、サラ、酒だ酒。酒持ってこんか。あんた、少しは働いてくださいよ。せい。俺は剣士だよ。それが桑持って畑なんぞ耕せるか。俺には剣に生きる以外ない。でもあんた、子供たちを見てやってくださいな。こんなにやつる。恨むんならこの平和な時代を恨む。うるせえ、酒だ。あんた、もうお酒どころか食べ物もないんですよ。母ちゃん、腹減った。ごめんよ、我慢しとくれよ。父ちゃんが働いてくれればね。ねえ、あんた、そしてその夜、ケアルとクレアは、ただいま、クレア。何突っ立ってんの。早く食事の支度しなさいよ。今やるよ。なんか様子が変ね。その後ろに隠してるものを出しなさい。いや、これはその、何でもないんだ。いいから出しなさい。はい。何よこれ。折れちゃった。ロップキー。あ、ごめんなさい。それで済むと思ってるの。食事抜きを許して。何。ごめんなさい。そして平和な日々が何年も何年も続いたそうだ。ゲアルなんか脇役動物園といいですか。散々な目に遭ってますね。
これは PC エンジンスーパー CD ロムロム専用ソフト天使の歌のプロモーションビデオです。青年ケアルはクレアと結婚、二人はコーク城へ洗礼の旅に。幸せの絶頂にいた二人を魔の手が襲う。青年ケアルはクレアを取り戻すために今戦いの旅に出る。スーパーカードのパワーを得てライオットのビジュアルシーンはまた一歩映画に近づいた。引き裂かれた二人の運命は愛、友情、そして戦い。今感動の名作をあなたにお届けします。天使の歌。ゲームは2人の育った村ロスコモンから始まります。村や町の中では建物の大きさなど全てのものが登場人物に大きさを合わせて描かれており、今までにないリアルさを持っています。アウトフィールドでは時間の経過により景色が変化、昼と夜とでは町の様子も違ったものになります。スタッフのこだわりによって細部まで描き込まれた背景は連なる山々、大地に広がる森、神秘さを漂わせる洞窟といった自然を見事に表現。人々の生活する街などでは彼らの生活感といったものまで感じられるほど画面の中に一つの世界を作り出しています。アウトフィールドを冒険しているときに突如襲いかかってくるモンスターたち、命を懸けた戦い、まさに手に汗握る瞬間である。この戦闘シーンでは攻撃や魔法がアニメーションによって表現され、迫力ある戦いを演出します。ケアルたちの命を狙って現れる数々のモンスターはなんと100種類以上。ストーリーの進行に合わせてリアルなデザインのモンスターが次々と登場します。厳しい旅が少しでも楽なものになるように数々のアイテムがゲーム中に用意されています。より強大な敵に打ち勝つための剣や鎧、効果は使ってみてからのお楽しみといった感じの道具など、アイデアあふれるものでいっぱいです。キャラクターデザインにワルキューレの伝説の藤広氏を起用、今話題のケルト神話をモチーフとしたリリカル RPG、 さらにオーケストラを使用した音楽が物語を一層盛り上げます。謎に包まれたクレアの出生、その秘密が今解き明かされる。その時が二人の新しい旅立ちでもあった。感動の波が今君に押し寄せる。 PC エンジンスーパー CD ロムロム専用ソフト天使の歌は余価7400円、ダブルパッケージ入りでスーパーカードと同時発売予定。